する暗黒の力にかなうものは何もない。この世では力あるものが世界の支配者となるのだが、真の無敵を誇るにはただ一つ足りないものがある。究極の力、忍道最終奥義。それを手に入れるためにお前がどうしても邪魔なのだ。わかるか、将軍。貴様のことだ。すでに我らがアジトにお連れした。ご安心を。将はすぐに現れるはずだ。この右京左京、影の務めに寸分の誤りもございます。肉を切り裂く華麗なる剣の舞、とくとご覧ください。Whoa! Whoa! Whoa! Whoa!
これ以上近づくな。カズマは何を企んでいる。この用事飽くなき出たさし、そこに君臨しようと。そのために最終奥義を。忍道最終奥義を会得できるのはこの世に二人だけ。忍道継承者である翔花、カズマ。今闇の力に打ち勝てるのは翔、あなたしかいないわ。しかし最終奥義の教えは師匠からは何も。一人ではダメなの。男と女の気が合一しなければ。気の合一。最終奥義の秘伝は父から密かに授かりました。師匠から。男子に宿る力の気、その乱れを収め無垢な力に還元すること、それが気の合一に至る心の術。合一した気は宇宙とその波動を共にし、無限大のエネルギーを生み出す。ショーン！これはまだ初めの一歩。達人に書かれて山をも簡単に消せるというわ。師匠が隠していた意味が分かるような気がする。話は一部始終聞かせてもらった。この女はもらっていくぞ。
そう、もはやお前に勝ち目はない。最終奥義はもう俺の手の内だからな。気がついたか。カズマ、お前が最終奥義の鍵だったとは。鉄斎もうまく隠した。これで手に入れたつもり？何？あなたは最終奥義が何なのかまるで分かってない。気の流れはあなたの思う以上に繊細なものなのよ。身に余る力をもてあそんだ末にバランスを失い、自分自身を滅ぼすことになるわ。言いたいことはそれだけか。最終奥義は俺のものだ。俺が手に入れる。お前がどう拒もうと、最終奥義は俺のものになる。
何のつもり？このホールは地殻を貫き火の源へと伸びている。お前のエネルギーを誘い水にして地球の気を吹き出させ、俺がそれをものにする。そんなもの最終奥義と全然違う。敵の力が手に入れば何でも構わん。人に扱える力じゃないわ。俺は人間を超えた力とだ。バランスをなくした気は暴走を始めるわ。正気の沙汰です。
解しよう。シャア、ここはもう危ない。立てるか。目覚めたような。あれは やっと来たか、ショここまで来たことは褒めている。だが少し遅かったようだ。無限の力はすでに俺のものとなった。まさか綾を使って無理やりに。もうその女も用なしだ。どうだ、ショウ、俺と手を組む気はないか。共に支配者となれば欲しいものは何でも手に入る。貴様お前の力では俺には勝てん。試してみるか。
兄さん。また弱兄と。おっ。あや、もう時間がない。立てるか。兄さんも。カズマが守ってくれなかったら、俺たちは跡形もなくなっていた。